菊池寛作、藤十郎の恋。元禄という年号がいつの間にか十余りを重ねたある年の2月の末である。都では春の匂いがすべてのものを包んでいた。ついこの間までは頂上のところだけはまだらに消え残っていた叡山の雪が、春の柔らかい光の下に溶けてしまって、あとには薄紫の帯びた黄色の山肌がくっきりと大空に浮かんでいる。その空の色までが冬の間に腐ったような灰色を洗い流して、日一日緑に冴えていった。鴨の河原には丸葉柳が恵んでいた。その小石の間には自然咲きのスミレやレンゲが各自の小さい春を漁していた。川水は日増しに水量を加えて、軽い藍色の水がところどころの川瀬にせかれて早々の響きを上げた。そのうちに花が咲いたという消息が都の人々の心を騒がし始めた。祇園、清水、東山一帯の花がまず開く。佐賀や北山の花がこれに続く。こうして都の春はいよいよ乱熟の色をなすのであった。が、その年の都の人たちの心を一番激しく狂わせていたのは、四条中島都萬太夫座の坂田藤十郎と山下半左衛門座の中村七三郎との去年から持ち越しの競争であった。三月の送迎頭とまで称えられた坂田藤十郎は、平成会の上手として、八つ子の名人としては天下無敵の名を欲しいままにしていた。が、去年下月、半左衛門座の顔見世狂言に、東から登った省庁中村七三郎は、江戸歌舞伎の棟梁として、藤十郎と同じく八つ子の名人であった。二人は同じ八つ子の名人として、江戸と京都の歌舞伎のためにも激しく相争わねばならぬ祝宴を持っているのであった。京の歌舞伎の役者たちは中村七三郎の都登りを聞いて皆異常な緊張を示した。が、その人たちの期待や恐怖を裏切って、七三郎の顔見世狂言は意外な不評であった。七三郎をそしる者はただ素人の見物だけではなかった。彼の舞台を見た役者たちまでも、江戸の省庁は評判倒れの御仁じゃ。所詮、モノマネ狂言は都のものと極まった。と、勝ち誇るように言い触れた。が、七三郎をそしる噂が藤十郎の耳に入ると、彼は眉を潜めながら、我らの見るところはまた別じゃ。省庁殿はまことに至芸のお人じゃ。我らには恐ろしい大敵じゃ。と、ただ一人、世評を退けたのであった。果たして、藤十郎の評価は狂っていなかった。顔見世狂言に、ふどい批評を招いた中村七三郎は、年が改まると、
初春の狂言に京成浅間ヶ岳を出して友の城の役に扮した。七三郎の友の城の評判はすさまじいばかりであった。藤十郎は得意の夕霧左衛門を出してこれに対抗した。二人の名優が舞台の上での競争は都の人々の心を沸き立たせるに十分であったが、新しきものを追うのは人心の常である。口さがなき京わらべは、藤十郎殿の伊左衛門はいかにも見事じゃが、我らは幾度見たか数えられぬほどじゃ。七三郎殿と友の城は都にて初めての狂言じゃ。京の濡れごとしとあまた違うて、優しいうちにも東男のきついところがあるのが天とたまらぬところじゃ、と口々に言いはやした。動きやすい都の人心は十年散端し続けた藤十郎の王座からともすれば離れ始めそうな気配を示した。万太夫座の木戸よりも半左衛門座の木戸の方へとよりたくさんの群衆が流れ始めていた。春狂言の期日が尽きると万太夫座はすぐ千秋楽になったにもかかわらず、半左衛門座はなお打ち続けた。2月に入っても客足は少しも落ちなかった。2月が終わりになっていよいよ弥生狂言の季節が近づいてきたのにもかかわらず、七三郎はなお友の城の役に扮して都王子の人気をいっぱいに背負うていた。巷の噂がかまびせしくなるにつれ、密かに腕をこまねいて考え始めたのは坂田藤十郎であった。三月宗家頭という美称を長い間享受してきた藤十郎は、自分の芸については何らの不安もないとともに十分な自信を持っていた。過ぐる羊年に西遊市川團十郎が日本随一川のかまびすしい名声を担うて、東からはるばると都の早雲長吉座に登ってきた時も、藤十郎の自信はびくともしなかった。江戸の人々が誇るこの珍客を見るために、都の人々が雪崩をなして長吉座に押し寄せていった時も、藤十郎は少しも騒がなかった。ことに、彼が初めて團十郎の舞台を見たときに、心の内で密かに江戸の歌舞伎を軽蔑した。実元の奥義の下世の人たちのすることじゃ。また、実元の面白さの下世の人たちの見る芝居じゃ。一言のもとにけなし去ったが、今度の七三郎に対しては西遊をあしろうたようにはいかなかった。と言って藤十郎は無下に七三郎を恐れているのではない。もとより團十郎の幼稚な稚児魂にも似た荒事とは違うて、人間の真実な仕打ちをさながらに映している七三郎の芸を十分に尊敬もすれば恐れもした。今まで満ち足りていた藤十郎の心に不安な空虚と不快な動揺とを植え付けたのは、七三郎との対抗などということよりも、もっと深い、もっと本質的なあるものであった。彼は二十歳の年から四十いくつという今まで何の不安もなしに濡れごとしに扮してきた。彼が伊左衛門の神子姿になりさえすれば、見物はたわいもなく喝采した。
少しでも客足が薄くなると彼は決まって伊左衛門に扮した。しかも彼の伊左衛門役はトランプの切り札か何かのように多くの見物と喝采等を藤十郎に保証するのであった。が彼は心の内でいつとなしに自分の芸に対する不安を感じていた。いつも同じような役に扮して滴る意上を相手のセリフを言うことが彼の心の内にぼんやりとした不快を起こすことが度重なるようになっていた。が彼はまだいいだろう、まだいいだろうと思いながら一日延ばしのように自分のしなれた喝采を得るに決まった狂言から抜け出そうという気を起こさなかったのである。こうした藤十郎の心に恐ろしい警鐘はとうとう伝えられたのだ。またいつもながら伊左衛門か。藤十郎殿の髪子姿はもう幾度見たか、数えきれぬほどじゃ。という巷の評判は藤十郎にとっては致命的な言葉であった。彼が恐れたのは七三郎という敵ではなかった。彼の大敵は彼自身の芸が行き詰まっていることである。今までは比較されるもののないために彼の芸が行き詰まっていることが無知な見物にはわからなかったのである。彼は七三郎の友の城を見た時に形成界の世界とはまるきり違った新しい世界が舞台の上に浮き出されていることを感じないわけにはいかなかった。ただ浮ついた根も葉もないような形成界の狂言とは違うて一歩深く人の心の内に踏み入った世界が舞台の上に展開されてくるのを認めないわけにはいかなかった。見物は形成界の狂言からたわいもなく七三郎の舞台へ引きつけられていった。が、藤十郎は見物のたわいもない妄動のうちに深いもっともな理由のあるのを見取らないわけにはいかなかったのである。小手先の芸の問題ではなかった。彼はもっと深い大切なところで若輩の七三郎に一足取り残されようとしたのである。七三郎の友の城が洛中洛外の人気をそそって弥生狂言をも同じ出し物で打ち続けるという噂を聞きながら藤十郎は激しい焦燥と不安の胸を抑えてじっと思案の手をこまぬいたのである。その時にふと彼の心に浮かんだのは何話に住んでいる近松門左衛門のことであった。それは2月のある宵であった。四条中東の京の橋鴨川の流れ近く背鳴りの音が手に取って聞こえるような茶屋宗末の大広間で万太夫座の弥生狂言の顔つなぎの宴が開かれていた。広間の中央、床柱を背にして、銀色の光を真向かいに浴びながら、どんすの鏡布団の上にゆったりと座り、心持ち狂息に身を持たせているのは、坂田藤十郎であった。茶筅にゆった色白の表は、四十を越した男とは思われぬほどの美しさに輝いて見えた。下にはネズミちりめんの引っ返し置き、上には黒羽二重の二つ面消し人形の加賀門の羽織を打ちかけ、総伝唐茶の畳帯を締めていた。
藤十郎の右に座っているのは一座の若尾山桐波千手であった。さながら女のごとくなまめかしい。この二人を囲んで一座の道家方、貨車方、若手方などの人々がそれぞれ華美な風俗の限りを尽くしていならんでいた。その中にただ一人質素な風俗をした25、6の男は万太夫座の若太夫であった。満面の微笑をたたえながら藤十郎の前に改めてかしこまると恐る恐る杯を前に出した。さあもう一つお受けくだされませ。今度の弥生狂言は近松様の趣向で歌舞伎始まっての珍しい狂言じゃと都の中はただこの噂ばかりじゃげにござります。慶政会の所作は日本無双と言われたお御様じゃが道ならぬ恋の生き方はまた格別のご思案がござりましょうな。と座にも耐えぬような笑いを漏らした。藤十郎は今宵の主演が始まって以来何気ないふうに杯を重ねてはいたものの心の内にはかなり激しい芸術的な苦悶が渦巻いているのであった。彼が近松門座に急備客を飛ばして割りなく頼んだことは即座に叶えられたのであった。今までの慶政会とは裏と表のように打ち変わった狂言として門左衛門が藤十郎に書き与えた狂言は浮ついた陽気なたわいもない慶政会の濡れ言とは違うて命を賭しての色事であった。打ち沈んだ陰気な懸命な命を捨ててする濡れ言であった。下題は大教寺昔暦といって今日の人々の記憶にはまだ新しい室町通りの大教寺の女房おさんが手代萌えもんと不義をして粟田口に軽視するまでの呪われた命がけの恋の狂言であった。藤十郎の芸にとってそこに新しい世界が開かれたが、それと同時に前代未聞の狂言に対する不安と憔悴とは自信の強い彼の心にも刻さないわけにはいかなかった。藤十郎の心にそうした屈託があろうとは夢にも気づかないらしい若太夫は芝居国の国王たる藤十郎の機嫌をいかにもして取り結ぼうと思ったらしく、この狂言に比べましては七三郎殿の浅間ヶ岳の狂言もわらべたらしのように曲物を見えまするわ。前代未聞の味噌顔の狂言とはさすがに門左衛門様のご志向じゃ。それにつけましても坂田様にはこうした変わった恋の大声もござりましょうな。今までおし黙っていた藤十郎の固い唇がほころびたかと思うと、さようなこと何のあってよいものか。藤十郎は生まれながらの色好みじゃが、まだ人の女房と年頃した覚えはござらぬわ。若太夫は座興のつもりで言った戯れを真っ向から突き飛ばされて興ざめ顔に黙ってしまった。
藤十郎は今心の内でわずか三日の後に迫った初日を控えて芸の苦心に簡単を砕いていたのである。彼にとってそこにかなり危険な試金石が横たわっている。あれみよ、みそ顔の狂言とはなあばかりで相も変わらぬ藤十郎じゃと言われては、自分の芸は永久に廃れるのだと彼は心の内に覚悟の保存を固めていた。ただ相手の形勢が人妻に変わったばかりで昔ながらの藤十郎だとは夢にも言わせてはならないと心の内に思い定めていた。がそれかといって藤十郎は自分で口に出して言った通り道ならぬ行為をした覚えはさらさらなかったのである。もとより歌舞伎役者の常として色子として舞台を踏んだ12、3の頃から数多くのいろいろの式場生活を気味している。40を超えた今日までには幾十人の女を知ったかわからない。が天性律儀な藤十郎は若い時から不義非道な色事には一糸を駄に染めることをしなかった。芝居国の長者として周囲から尊敬されているのも一つにはこうしたわけからでもあった。したがって彼は過去の経験から人妻を盗むような必死な、そら恐ろしい、それと同時に身を焼くように激しい恋に近い場合をいろいろと尋ねてみたが、彼のどの恋もどの恋も極めて正当な、もの柔らかな恋であって、冬の海のように恐ろしい恋や夏の太陽のような激しい恋の場合はどう考えても頭に浮かんでは来なかった。形成会のいきさつなればどんなに微妙にでも演じうるという自信を持った藤十郎も、人妻との呪われた悪魔的な道ならぬしかし懸命な必死の恋を舞台の上にどうし生かしてよいかはほとほと思案の及ばぬところであった。これまでの歌舞伎狂言といえば、形成会のたわいもない戯れかでなければものまねの道化に尽きていたために、こうしたみそ顔の狂言などに頼れるような前代の名優のし残した方などは微塵も残っていなかった。それかといって彼はこうした場合に打ち明けて知恵を借るべき相談相手を持っていなかった。彼の萌え門にお産を務める桐波千寿は、天性の美貌一つが彼の舞台のすべてであった。ただ藤十郎の指図のままに、傀儡のごとく動くのが彼の演技のすべてであったのだ。藤十郎は自分自身の頭を絞るよりほかには、工夫の仕方もなかったのである。藤十郎は日頃には煮ず大敗を重ねて淀ばかりしたたかに飲み干すと、にわかに欲してきた栄に座には得た得るのようにつと席を立ちながら河原に臨んだ広い縁に出た。河原の闇の底を流れる川水がほのかな光を放っているほかは、みそかに近い夜の空は曇って星一つさえ見えなかった。声ばかり飛び越えているかのように闇の中に千鳥がちちっと鳴きしきっていた。歌舞伎の長者として王者のように誇りを持っていた藤十郎の心も、気合わせに負けた鳥のようにしょげきってしまっていた。
主演の席の騒がしいどよめきを後にしながら、彼は知らず知らず静寂な場所を求めて、勝手を知った宗末の部屋部屋を通り抜けながら、奥の離れ座敷を志した。母屋からは一段と河原の中に突き出ている離れ座敷には、人の気配もなかった。ただほんのりと灯っている絹行灯の光のうちに、美しい調度などが春の夜にふさわしい生めいた静けさを保っていた。藤十郎は人影の見えぬのを心の内に喜んだ。彼は床の間に置いてあった脇息を取り下ろすと、それに右の肘を持たせながら身を横ざまにのしたのである。なあ、創造しい主演の席から身を逃れた喜びはすぐに消えてしまって、芸の不信が再びひしひしと胸に迫ってくる。明日からは稽古が始まる。肝心要の萌えもんの行き方が決まらいでは、相手のおさんもその他の人々もどう動いてよいか、思案のしようもないことになる。己が工夫がまず打ては、近松門座が心を砕いた前代未聞の狂言も、あたら京わらべの笑い草にならぬとも限らない。こう思いながら、藤十郎は胸の内に渦巻いているもどかしさを抑えながら、一途に心をその方へ振り向けようと焦った。その時である。母屋の方からトントンと離れ座敷を指してくる人の足音が聞こえてきた。せっかく騒がしい主席を逃れて求め得た静かな場所で芸の苦心を凝らそうと思っていた藤十郎は、自分の方へ近づいてくる人の足音を聞いて、心持ち眉をしかめぬわけにはいかなかった。が、近づいてくる足音の主は、ここに藤十郎がいようなどとは夢にも気づかないらしく、足早に長い廊下を通り抜けてこの部屋に近づくままに、女性らしい絹ずれの音をさせたかと思うと、会釈もなく部屋の障子を押し開いた。が、そこに横たわっていた藤十郎の姿を見ると、びっくりして敷居側に立ちすくんでしまった。あれ、父様はここにおましたのか。これはこれはいかいそそう。と言いながら、女はすぐ障子を閉ざして去ろうとしたが、また立ち直って。本にこのように冷えるところでそうしてござって、お風邪など召すと悪い。どれ、私が夜のものをかけて死んぜましょう。と言いながら、部屋の片隅の押し入れからヤグを取り下ろそうとしている。藤十郎は最初足音を聞いた時、召使いのものであろうと思ったので、彼は寝そべったまま起き直ろうとはしなかった。が、それが意外にも宗末の主人宗山清兵衛の女房おかじであると知ると、彼は起き上がってちょっと居住まいを正しながら、いや、これはいかいご造者だのう、と会釈をした。おかじはもう40に近かったが、宮川町の歌い目として若い頃に共鳴を歌われた面影がそっくりと白い細目とね顔にありありと残っている。浅木沼の引き返しに織ビロードの帯を締め、薄色の絹足袋を履いた年増姿は
またなく縁に美しかった。藤十郎は昔からお家事を知っている。若主方随一の美形と言われた藤十郎が美しいか、歌い目のお家事が美しいかという物争いは20年の昔には四条の茶屋に遊ぶ大臣たちの口に上ったことさえある。その頃からの馴染みであるが、藤十郎は今までにお家事の姿を心に留めて見たこともない。ただ露房の花に対するような淡々たる一筆を与えていたに過ぎなかったが、今宵はこの人妻の姿が言い知れぬ魅力を持ってぐんぐんと彼の目の中に迫ってくるのを覚えた。みそかおという彼にとっては未だ踏んでみたことのない恋の領域のことをこの四五日一心に思い詰めていたためだろう。今まではあまり彼の念頭になかった人妻という女性の特別な種類が彼の心に不思議な魅力を持ち始めて、今お家事の姿となってぐんぐん迫ってくるように覚えた。藤十郎のお家事を見つめる瞳が異常な興奮で燃え始めたのは無論である。人妻であるという道徳的なしがらみが取り払われて、その古木がかえって彼の欲情を培う焚き木として投ぜられたようである。娘や御家や歌い目や遊女などに相対した時にはかつ普通抱いたことのないような不思議な物狂しい情熱が彼の心と体をふつふつと燃やし始めたのである。藤十郎の心にそうした物狂しい飄風が起こっていようとは夢にも気づかないらしいお家事は、押し入れから白ぬめの余儀を取り出すと藤十郎の後ろに回りながらふんわりと着せかけた。白鳥の胸毛か何かのように温かい柔らかい余儀の感触を体一面に味わった時、藤十郎のお家事に対する異常な興奮は危うく爆発しようとした。彼の律儀な人格はとっさに彼の欲情の妄動をきっぱりと制し得たのである。藤十郎は宗山清兵衛のことを考えた。また定宿という噂の高いお家事のことを考えた。そして自分が今まで色事をしながらも正しい道を踏み外さなかったという自分自身の誇りを考えた。彼のお家事に対して抱いた嵐のような激動はたちまちなぎ始めたのである。お家事はいつもの通りのお家事であった。彼女は余儀を着せてしまうと、さあおやすみなされませ、あちらへ行ったら女どもに伊豆など運ばせましょうわいな。藤十郎の心にある悪魔的な思いつけがムラムラと湧いてきた。それは恋ではなかった。それは激しい欲情ではなかった。それは恐ろしいほど冷たい理性の思いつきであった。恋の場合にはかなり臆病であった藤十郎は、あたこも別人のように宣告の興奮はまるきり嘘であったかのように冷静に、お家事殿、ちと待たせられい。なんぞ他に御用があってか。お家事は無邪気に振り返った。そり落とした眉毛の跡が青々と浮かんで見える色白の美顔は絹あんどんの穂影をはびてほんのりと生めかしかった。ちと御意を得たいことがあるほどに座ってたまらぬか。
こう言いながら藤十郎は心持ち女の方へ膝を進ませた。おかじは藤十郎の意気込み方に少し不安を感じたのであろう。藤十郎にはあまり近寄らないで、そこに置いてある絹あんどんの陰にうずくまるように座った。改まって、何の用ぞいのう。何気なく笑いながらも、やや面はげに藤十郎の顔を打ち仰いだ。藤十郎の声では、今までとは打って変わって、低いけれども、しかしながら、力強い響きを持っていた。おかじ殿、別儀ではござらぬが、この藤十郎はそなたに20年来隠していたことがある。それを今宵はぜひにも聞いてもらいたいのじゃ。思い出せば古いことじゃが、そなたが十六で、我らが二十歳の秋じゃったが、祇園祭りの折に河原の掛け小屋で、二人一緒に連れ舞いを申たことを、よもや忘れはしやるまいな。我らがそなたを見たのは、あの時が初めてじゃ。宮川町のおかじ殿といえば、いかに美しい若お山でも足元にも及ぶまいと、かねがね人の噂に聞いていたが、そなたの美しさが世もあれほどであろうとは、夢にも思い及ばなかったのじゃ。こう言いながら、藤十郎はその大きい目を半眼に閉じながら、美しかった青春の夢をうっとりと覆っているような目つきをするのであった。その時からじゃ、そなたを世にもまれな美しい人じゃと思い染めたのは。と、藤十郎はおかじの方へもろ膝を進ませながら、必死の色を瞳に浮かべてこう言い切った。藤十郎に酔い止められた時から、ある不安な躯体に胸をとどろかせていたおかじは、最初はこの美しい男の口から自分たちの華やかな青春の日の思い出話を聞かされて、見せられたようにほのぼのと二つの頬を薄くれないに染めていたが、相手の言葉が急な展開を示してからは、その顔の色は刹那に青ざめて、うずくまっている華奢な体はわなわなとおののき始めていた。藤十郎は恋をする男とはどうしても受け取れぬほどの澄んだ冷たい目つきで、顔さえもたげえぬ女を差し通すほどに鋭く見つめていながら、声だけには激しい熱情に震えているような響きを持たせて、そなたを見初めた当座は、折があらばいいよろうと始終念じてはいたものの、若衆方の身は親方の掟が厳しゅうて、寸事も心には任せぬ体じゃ。ただ心は焼くように思い焦がれても、所詮は折を待つよりほかはないと諦めているうちに、二十歳の声を聞くや聞かずに、そなたは清兵衛殿の思われ人となってしまわれた。その折の我らが無念は、今思い出してもこの胸が張り裂くようでおじゃるわ。こう言いながら、藤十郎は座にも得たえぬような巧みな身もだいをしてみせたが、そうした恋を語りながらも、彼の二つの瞳だけは相変わらず爛爛たる冷たい光を放って、女の息遣いから様子までを恐ろしきまでに見つめている。おかじの顔の色は
彼女の心の恐ろしい激動をさながらに映し出していた。一旦青ざめきってしまった色が反動的にだんだん薄赤くなるとともに、その二つの目には熱病患者に見るようなすぐにも火がつきそうな凄まじい色をたたえ始めた。人妻になったそなたを恋慕うのは人間のすることではないと心できつう正当しても、止まらぬは凡夫の思いじゃ。そなたの噂を聞くにつけ、面影を見るにつけ、20年のその間そなたのことを忘れた日はただ一日もおじゃらぬわ。彼は一語一語に一句一句に巧みな、今までの彼の舞台上のすべての演技にも打ち勝ったほどの仕打ちを見せながら、しかも人妻をかきくどく恐れと不安とを交えながら、小鳥のようにすくんでいる女の方へ詰め寄せるのであった。が、この藤十郎も人妻に恋を仕掛けるような非道なことはなすまじいと、明け暮れ燃え盛る心をじっと抑えてきたのじゃが、我らも今年45じゃ。人間の寿命はもう近い。これほどの恋を20年来忍びに忍んだ、これほどの思いをこの世で一言も打ち明けで、いつの世誰にか語るべきと思うにつけても、物狂わしゅうなるまでに心が乱れ申して、かくのありさまじゃ。おお岡地殿、この藤十郎を哀れとおぼしめさば、たった一言情けある言葉をなあ。藤十郎は狂うばかりに身もだえしながら女の近くへ群れ移り寄せている。ただ恋に狂うているはずの彼の瞳ばかりは刃のように澄み切っていた。あまりの激動に耐えかねたのであろう岡地はわーっと泣き伏してしまった。恐ろしい魔女がその魅力の犠牲者を見つめるように、藤十郎は泣き伏した岡地をじっと見つめていた。彼の唇の辺にはすさまじいほどの冷たい表情が浮かんでいた。が、それにもかかわらず声と動作とは恋に狂うた男にふさわしい熱情を持っている。おお、岡地殿、そなたはこの藤十郎の恋を哀れとはおぼさぬか。さてもきついお人じゃのう。こう言いながら藤十郎は相手の返事を待った。な、女はよよとすすり泣いているばかりであった。火を慕ってきた千鳥だろう、銀のハサミを使うような澄んだ声が背音にも紛れず手に取るように聞こえてくる。女も藤十郎も押し黙ったまま、しばらくは時が移った。藤十郎の切ない恋をつれなくするとは、さても気強いお人じゃのう。舞台の上の色ごとでは日本無双の藤十郎も
そなたにかかってはたわいものを振られ申したわ。藤十郎は寂しげな苦笑を漏らした。と、今まで泣き伏していた女はふと表を上げた。父様、今おっしゃったことは皆本心かいな。女の声は消え入るようであった。その唇がかすかに痙攣した。何の天号を言うてなるものか。人妻に言い寄るからは命を投げ出しての恋じゃ。と言うかと思うと、藤十郎の顔もさっと蒼白に変じてしまった。浮き腰になっている彼の膝がかすかに震いを帯び始めた。必死の覚悟を定めたらしいおかじは、火のような瞳で男の顔を一目見ると、いきなり傍らの絹あんどんの火をふっと吹き消してしまった。恐ろしい沈黙がそこにあった。おかじは、体中の毛がことごとく逆立つような恐ろしさと、体中の血潮がことごとく湧き立つような情熱とで、男の近寄るのを待っていた。が、男の苦しそうな息遣いが聞こえるばかりで、相手は身動きもしないようであった。おかじもいすくんだまま、体をわなわなと震わせているばかりであった。突如、藤十郎の立ち上がる気配がした。おかじは今こそと覚悟を決めていた。が、男はおかじの傍らを影のようにすり抜けると、明かりのない闇を手探りに廊下へ出たかと思うと、母屋のほかげを目当てに、獣のように足早く走り去ってしまった。たのである。闇の中に取り残されたおかじは、人間の女性が受けた最も皮肉な残酷な恥ずかしめを受けて、闇の中に石のように突っ立っていた。主演の席に帰った藤十郎は、人間の顔とは思えないほどのすさまじい顔をしていた。勧められるままに大杯を五つ六つばかり飲み干すと、血走った眼に霧波千手の方を向きながら、千手殿、安堵めされ。藤十郎、この度の狂言の工夫がことごとくなり申したわ。と言いながら、声高に笑ってみせた。な、その声は、地獄の亡者の笑い声のように、しわがれた空っぽな気味の悪い声であった。弥生一日から万太夫座では、いよいよ近松門座が書き下ろしの狂言の蓋が開かれた。藤十郎の萌門と桐波千手のお三とのみそ顔の狂言は、恐ろしきまで真に迫って、落中落外の評判かまびすしく、正月から打ち続けて勝ち誇っていた山下座の中村七三郎の評判も、月の前の蛍火のように見る影もなく消されてしまった。
が、この興行の評判につれて相話が伝えられた。藤十郎殿はこの度の狂言の工夫にはある茶屋の女房に偽って恋を仕掛け、女がなびいて火を吹き消す時急いで逃れたとのことじゃが、さすがは三国一の名人の心がけだけある。偽りにもせよ、藤十郎殿から恋を仕掛けられた女房も三国一の家宝者じゃ。こうした噂までが嫌が上にこの狂言の人気をそそった。来る日も来る日も牛尾のような見物が明け方から万田遊座の周囲に渦を巻いていた。弥生の半ばであった老、ある朝万田遊座の道具方が楽屋の片隅の梁にくびれて死んだ中年の女を見出した。それは紛れもなく宗清の女房おかじであった。おかじは宗清とは八続きの万田遊座に忍び入って、そこを最後の死に場所と決めたのである。その死因についても京わらべはいろいろに口さがない噂を立てたが、誰も藤十郎の偽りの恋の相手が定宿の聞こえ高いおかじだとは思いも及ばなかった。ただ藤十郎の死を聞いたおかじの死を聞いた藤十郎は雷に打たれたように色を変えたが、彼は心の内で、藤十郎の芸のためには一人や二人の女の命はと幾度も力強く繰り返したが、そう繰り返してみたものの、彼の心にできた目に見えぬ深手は折に触れ時に触れ彼を苛まずにはいなかった。おかじが楽屋でくびれたことまでが万田遊座の人気を培った。おかじが死んで以来、藤十郎の萌えもんの芸はいよいよ冴えていった。彼の瞳は人妻を奪う罪深い男の苦悩をありありと刻んでいた。彼がおさんと暗闇で手を引き合うとき、みそ顔の恐怖と不安と罪の恐ろしさとが体いっぱいにあふれていた。そこには藤十郎が萌えもんか萌えもんが藤十郎か、何の差別もないようであった。おそらく藤十郎自身、人の女房に言い寄る恐ろしさを肝に銘じていたためであろう。